イヤーズ94年バンプレスト、どうもアラヤンです。さあ、前回はクリムゾンタウンのクエストをクリアしてきたんで、今回は正気の森ですよね。正気の森を通って向こうの町に抜けていくのかな。とりあえず入ってみましょうか。森というか、なんというかすごい色の木々ですね。モンスターは強いかな。どんな感じなんでしょう。新しいやつ、コッカトリスとクリミティブマン。クリミティブマン、なんだクリミティブマンって何。そんなに敵が強くなさそうでしょうかね。倒せそう。OK。 クリミティブマンは何かやってくんですかね。あ、でもやっぱりリナがちょっとレベルが高いからダメージを受けにくいだけで、レミーさんは結構ダメージ食らってますね。いけ。あ、全然乱れ切りが効いてない。あ、やられたー、レミーさん撃破。一回体力回復しときましょうか。あ、何か看板が立ってますね。モンスターに注意知ってるよモンスターですね。右側のやつはそんなに強くなさそう。問題は左のやつかな。バーサーカー、あー結構強いな。先にバーサーカーから撃破。よし、レミーさんの乱れ斬りは攻撃力がめちゃくちゃ下がるから、あんまりやらんといてほしいですね。普通に攻撃してくれてる方が助かる。オッケー、さよなら。さあ、迷路みたいにはなってなさそうですけど、どっちが進行方向かよくわからんね。ここから先へは進むべからず行き返せ。何があるんでしょう。とりあえずずっと左ばっかり来てますけど、これでどうなんでしょうかね。お、また新しいやつ、ダークトレント。木のおじさまって感じですね。混乱の花粉やめてほしい。あ、やめてほしい。二人とも混乱してんじゃないの。相手混乱が全然治らない。ゲッ、あ、ダメ。オッケー、混乱回復。結構 HP 多いな。全然倒せないぞ。一発何か魔法をぶちかましましょうか。ファイアボール、よっしゃ撃破。行き止まりかな。ここはとっても危ないよ。とはいうものの何もないんですよね。行き止まりかな。ちょっと戻ってみましょうか。右側の道にやってきましたけど、こっちはどうだ。またここに戻ってきましたね。同じところをぐるぐる回ってるのか、それとも先に進んでるのかがよくわからん。なんでしょうね、同じところをぐるぐる回らされてる気がすんな。これを右に行ったらまたモンスターに注意の看板のところかな。お、また新しいやつが来ましたね。フォレストコボルト、森のコボルト、結構強いかな。
なでもないな。あ、でもレミーさんは結構食らってんぞ。さよなら。レミーさんレベルアップですね。あれ、でもまたこっちもここはとっても危ないように繋がってんな。ということはやっぱり奥の方に進んできてるってことかな。同じようなマップがずっと続いてるだけのエリアなんでしょうかね。結構厄介ですね。今どこにいてんのか全然分かんなくなったぞ。おっと、何か家がありましたね。なんだか道に迷っちゃったみたいね。こんな森の奥に家があるわ。ちょうどよかった、休ませてもらいましょう。怪しいな、だいぶ怪しいぞ。こんにちは。これはこれは珍しい、お客さんが来るなんて。道に迷ってしまって、今とびきり美味しいスープを作ったから、あなた方も食べておいき。子供2人3人子供3人とおばあさんですかね。いただきます。ん、何か美味しいわこのスープ。レミ、食べちゃダメ。どうして、もう食べちゃったわ。でも変わった味ね、これ特製のキノコスープだよ。ひょひょ、特製じゃなくて毒製のキノコスープだよ。そんなダジャレみたいに言う必要ありましたかね。やっぱり騙したのね。レミーは大丈夫なのか。もしかしてリナ一人で戦うのか。あ、リナ一人ですね。なんだこいつら、一人に対して混乱をやってくるってのは結構怖いんですけど。何これ、ダークマッシュとサンダーマッシュ。魔法攻撃いきましょうかね。ファイアボール、効く効く。敵からのダメージは大したことなさそうだから。お、なんだこれ、サンダーブレイズ怖え。ファイアーボールよりフリーズブリッドが効くとかあるかね。どっちも大して変わらんな。さあ、あと1体。そうね、何いきましょう。ダムグラス、あ、全然効かねえ。他はそうだな、エルメキアランス対して効かないっすね。ファイアーボールのが効いた気がするな。ボムスプリット全然効かねえな。攻撃はどう、倒しちゃいました。楽勝。あれ、家そのものがなくなっちゃったんですかね。レミ、しっかりして。お、誰か来た。お、シルフィール、もしかしてリナさんじゃないですか。サイラーグが近いって言ってましたからね。シルフィール・メルス・ラーダでしたっけ。困っているようですね。どうかしましたか。仲間が騙されて毒入りのキノコスープを食べてしまって。毒入りのキノコスープね、それ魔法じゃ治らないかも。大抵は魔法で治るんですけど、この辺のキノコはちょっと変わってるから。じゃあどうすればいいの。そうだ、いいものがあるわ。これを使ってください。不思議なマジックポーションを使った。これで治るんですか。レミーは元通りになった。元通りになったっていう表現はどうなんでしょう。苦しかったわ、ありがとう。私はシルフィールです。でも治ってよかったわね。ところで皆さんたちはどちらに行かれるのですか。私実は記憶がないの。だから自分が誰なのかを聞くためにいろいろなところを回ってみようと思っているの。
塔の魔導士を倒して子供も救ったことだしね。塔の魔導士、そんなはずは、彼はまだ生きています。先ほどサイラーグ近くのマリエラ村で旅人の子供が2人さらわれました。まさか。私は今からその子供たちを助けに行くところなんです。他の町に行く前に私ももう一度塔へ行くわ。確かに気になるわね。私ももちろん音もするわ。じゃあ3人で行きましょう。ああ、シルフィールが仲間になりましたね。これで回復役ができました。レベル25、結構強いな。女神官シルフィール、おとなしめな外見に騙されてはいけない。結構性格はきついぞそんな紹介もないと思いますけど、あ、結構魔法使えますね。補助系って感じかな。リナさん、記憶がないということは魔法もあまり使えないのでは。まあそうね人の親切は素直に受けることにした。魔法理論レベル5を教わった。やったね。ということはこれでまた新しい魔法が使えるようになったんじゃないですか。レベル5、メガブランドとエアロボム、土系と風系の全体攻撃かな。さあ、てことでこの森からまた戻っていくわけですけど、結構道長そうですよね。一つアイテムを見つけましたよ。宝箱、レッグガードを手に入れた。装備ですね。レッグガード、ブーツの代わりですか。物理防御力がちょっと上がるのかな。 OK。 結構長かったですね、正気の森戻ってきましたよ。リディックの塔にもう一回行くってことかな。一旦ちょっと泊まりに行きましょうかね。クリムゾンタウン、魔導士協会の中にあった本も気になるしね。ちょっと見に行こうかな。オッケー、一つ魔法を覚えましたね。ガーブフレア、これが魔法理論レベル5だったんですかね。覚えましたよ、ガーブフレア。魔竜王ガーブの力を使った黒魔法かな。ってことはまだガーブが生きてる世界ってことなのかね、このスレイヤーズの舞台は。さあ、このおじいちゃんが言ってるこの塔の一番上の秘密、これですよね。3人の大人で行けばいいってことなんで、シルフィールが入って仲間が3人いけるから、これでリディックの塔の一番上の階に行けば仕掛けが作動できるってことなんじゃないのか。とりあえずリディックの塔を向かいましょっか。止まる時の音すごいな じゃあもう一回リディックの塔行きましょうか。とりあえず一番上の階まで行かんとダメってことですよね。戻ってきたぞ、最上階。いやー、多分これのことですよね。ここに乗れってことでしょう。来たー結構長いんですよね、リディックの塔。めんどくさかったな。このダンジョン2回行かすのやめてほしいね。あ、さらわれた子供たちがいてる。そんな、あなたは確か前に倒したはず。お前たちが倒したのは私のコピーだよ。コピー？あ、もう一人いてる。そう、今話したやつもコピーなんだよ。私がオリジナルだ。まさかコピーを作る実験のために子供をさらったんじゃ。その通りだ。しかし私のコピーは不完全だった。どういうこと？能力だけならば全く同じものを作れるが、その記憶、経験、技術までコピーすることは不可能だった。
可能だった。だから喋り方がちょっとおかしかったんですね。自分の実験のために子供を犠牲にするなんて許せない。あ、リディックオリジナル版と戦うわけですね。ホムンクルスってことなんかな。2体と戦う。どっちがコピー？こんなに分かりやすくコピーとオリジナルが違うの？色分けされてる？とりあえず全体魔法をぶっ放していきましょうか。ファイアボール、あんまり効かねえな。ファイアボール打ってくるしね。両方ともやってくる全体魔法。あ、レミーがいきなりやられてる。きつい、きついなこれ。ガーブフレアをせっかく覚えたんで使いましょう。コピーから先に倒そうか。いけ、確かちっちゃいなやっぱめっちゃ強い。とりあえずリザレクションでミナを回復。そこにスリーピングですか。こいつはやべえ。それからまずはシルフィールは自分を回復しないと死んじゃいそうだから回復しといて、今も一回自分を回復した方が良さそうね。リカバリ、さあそれからリザレクションでエミーさんを復活させて、まずはそうね、コピーの方だけでも倒してしまわないとやばいっすね。2体でファイアボール連発されたら結構きついぞ。パンチさあリカバリーでミナを回復。ファイアボールのダメージが半端ねえな。ガードレア、オッケー、コピー倒せ。オッケー、1体になれば結構まだ戦えるんじゃないですか。リミさん大丈夫？あー、いきなり死んだ。つえー。リザレクション。オッケー、リナはガーブフレアで攻撃。オッケー。リミさん攻撃。ファイアボールのダメージが半端ねえな。そうね、一回リカバリーでリナを回復して、リナのリカバリーでシルフィールを回復。ファイアボール来なかったらレミさんは大丈夫だけど、ファイアボール来たらやられちゃうね。来たオッケー、リザレクション復活しろ。オッケー、リナも自分を回復。レミーさん左切り効かない。リカバリーでシルフィールは自分を回復しといて、パンチ、パンチ強っ魔導士じゃないのこいつ。ガードレア、よし撃破。結構際どかったぞ強かったリディック。どうしてもやつよりすごいものを作りたかったんだ。なんでしょうね、ホムンクルスかな。ディオールよりも誰、話聞く前に倒しちゃったから何のこっちゃ分かんないですね。ディオール、さあ子供たちを救おう。すごい音あんな音で扉が開くの、ぽよよーんって。私はこの子たちを送ってマリエラ村へ行きます。枯れちゃいましたね。マリエラ村っていうのは正気の森の向こう側にあるって言ってた村ですよね。私もマリエラ村の方へ行ってみようかな。レミ、あなたはどうする？もう少しキッド君の試し切りをしようかな。そうね、付き合うわ。ということでレミさんとこっからまた二人旅なわけですね。そのうちきっと豚になるなと思いましたひでえな。マリエラ村にはこのままマップ移動で行けるようになってんのかな。
あ、行けるようになってますね。じゃあ次はマリエラ村かな。正気の森の向こう側ですね。あ、村感すげえ。あ、シルフィールがいてんぞ。あら、リナさんたちもこちらの方まで来たんですね。ええ、変かもしれないけど、自分のことがまだよくわからないから、少し旅をしてみようかと思って。ハートになってるね、目が。そう、じゃあリナさんといえばガウリー様に会えるかも。あ、そうか、なるほど。シルフィールはガウリーのことが好きでしたね。ガウリー・ガブリエフ。ガウリー様。ええ、剣の腕は一流なんですけど、少し、でもまあとにかく素敵な方です。濁したけど、バカなんですよね。ええ、でもなんで私といると、そのガウリーさんに会えるの？だって、リナさんのパートナーみたいなものじゃないですか。そう、私のパートナーね。私も旅のお供をさせていただけませんか。ガウリー様に会えるかもしれないから。不純な動機でシルフィールが仲間になりましたね。あ、いやいや、紹介もういいでしょう。あ、メッセージが変わってる。黒く艶やかな長い髪、やや線の細い感のある美人で、プリーストの清掃が決まりすぎるほどに決まりすぎるほど似合っている。それがシルフィール。見た目の話しかなかったですね。リナは自分が誰なのかを知るためにもう少し旅をしてみることにした。さあ、これでシルフィールがまた仲間になったので、回復薬がいるようになりましたね。便利便利。どうもどうも。さあ、それからマリエラ村の中ちょっとな話聞いていきましょうか。子供たちを助けていただいてありがとうございました。いえいえ、とんでもない。子供たちが本当にお世話になりました。私たちはこの先のマレーネ村を通っていろいろな土地を巡ろうと思っています。マレーネ村、また新しいマップ情報ですね。お姉ちゃんバイバーイ。おじいさんが4人揃ってるぞ。異界にいるもの、それは闇の眷属。門を解く鍵、それは数多の剣の中に一振りだけある。サイラーグの大樹フラグーン、それは異界を閉じた門。伝説の大樹フラグーン、それは不思議な力を封じ込めるもの。どうしたんでしょうね、おじいさんたち4人揃って集まってだいぶ痛い感じですけど、大丈夫かな。そこに置いてある家の前の岩は何でしょう。これなんか買った。黄色の鍵を手に入れた。なんでしょうね、黄色の鍵って。私、お留守番してるの。ピンチ兄ちゃんが、ピンチお兄ちゃんが、ミンチにしてやるって意地悪するの。お姉ちゃん助けて。ピンチとミンチ。僕ピンチ、妹のミンチとお留守番してるんだ。知らない人を家の中に入れちゃダメだってママが言ってたんだ。だから出ていけ。あ、いいお兄ちゃんですね。守ってくれてんのかな、家をね。さあ、でも宝箱はいただいてるな。マジックストーンゲット。お邪魔しました。お姉ちゃんありがとう。さあ、この家は何でしょうね。あ、ここは医者ですか。特に具合は悪くない。あ、悪くないんです、間違えましたね。そうか、医者の家が一軒と誰かが住んでる家が一軒、それから宿屋が一つあるだけで、このじいさんや子供たちは一体どこに住んでるんでしょうね。まあ、とりあえずマリエラ村はこれで終了かな。宿屋の中はどうだ。そんなに広くなくてセーブポイントがあるのと、誰か一人いてるぐらいかな。子供がいちゃおちおち昼寝もできやしないでしょ。だからここで休憩しているのよ。でもね、ちゃんと家には鍵をかけているから子供たちは心配ないの。鍵だってちゃんと隠しといたから。はあ、おやすみすやすや。あ、家の前の岩から拾った黄色の鍵っていうのはあの人の家の鍵だったんですね。気づかずにイベントスルーしてましたね。さて、ここでセーブしといて、
さあどうしよう、マリエラ村の中は特に何も新しい発見がなかったんで、次行ける場所がマレーネ村ですか。サイラーグが行けるようになってますね。マレーネ村っていう村は今のところマップに出てないから、次行くのはサイラーグってことかな。ちょっとサイラーグ乗ってみましょうか。シルフィールの故郷ですね。あれ、サイラーグっていうかフラグーンの根元に来てますけど、ここは狩猟都市と呼ばれていたサイラーグです。これが伝説の大獣フラグーンです。あ、何か特別なものを感じる。レゾにやられたんでしたっけかね、コピーレゾだったかな。ちょっと左の男性と話しに行きたいんですけど、こいつが道塞いじゃってて行けないな。行かしてくれ行かしてくれ。よし、あれ、あなたにそっくりな人が少し前までこの辺りにいたような。リナもコピーっていう可能性ありますかね、もしかしてね。とりあえず来てみたもんの、サイラーグは何もないんですかね。特に何もできないですね。 OK、 3人しか人もいてなかったしね。あの人たちあそこで何やってんのか全然分かんなかったですけど、次はじゃあ違う国に、ギルス王国の方に行くんでしょうかね。もしかしてマレーネ村ってのはこっち、あ、こっちですね。ここにあるマレーネ村、向かっていくのはここですね。先盗賊のアジトだけ殲滅しておきましょうか。新しい国の盗賊のアジト行けるでしょう。ああ、やっぱり強いのかな。弱いね。さあ金貨を巻き上げましたよ。こっちのやつからも金貨巻き上げよう。さあ宝箱の中何入ってるかな。蜘蛛の糸と競争剤、金貨18枚。最後こいつからも巻き上げましょう。さあディルス王国の盗賊たちからも金貨巻き上げたので、ね、新しい国にやってきたところなのに盗賊のアジトの場所が分かるのかってのは置いといて、次はこのマレーネ村にね、マレーネ村に行きたいと思います。さあてことで、まあ、今回はライゼール王国でした、帝国でした。ライゼール帝国、ライゼール帝国の中は全部探索し終えたっぽい感じだったんで、次の新しいディルス王国にやってきたわけなんですけども、このディルス王国の中のマレーネ村からまた新しい場所へのヒントを掴んでいきたいと思います。てことで続きは次回やっていきたいと思います。てことで今回はこの辺で。この動画を面白いと思っていただけたら、チャンネル登録と高評価ボタンを押していってください。また皆様からのコメントが励みになります。ぜひよろしくお願いします。ではでは、お疲れ様でした。